ロベール・カブリエド・ラサールルネ・ロベール・カブリエシュド・ラサールはフランス人探検家。アメリカ合衆国とカナダの五大古地域、ミシシッピ川、メキシコ湾を探検し、ミシシッピベースン全体をフランス領として主張し、ルイジアナと名付けた人物である。ラサールは1643年11月22日、ノルマンディのルーアンで生まれ、イエズス会のメンバーになり1660年に、 地いを立てて修道士となるが、1667年3月27日、道徳的な弱さにより、イエズス会を去った。父親の遺産を使い果たしたラサールは、1667年に、新大陸のヌーベルフランスへ行き、前年に、当地へ移住していた聖スルピス会の僧侶であった彼の、兄弟のジャンを訪ねた。ネイティブアメリカンの色恋は、 彼にミシシッピ川につながるオハイオ川と呼ばれる大きな川を教えた。彼はこの川がカリフォルニア湾まで通じていると考え、中国にたどり着く西へ向かう道を見つける遠征を計画した。1669年、ラサールの最初の遠征隊はオハイオ川に到達し、5層のカヌーと12人の隊員と共にケンタッキー州ルイビルまで行ったが、百七十二年に、 ルイ・ジョリエが発見するミシシッピ川にはたどり着けなかった。次にラサールは、毛ワ交易の一環として、オンタリオ湖にある、現在のキングストーンにフロンテナック砦を建設しようと目論んだ。1673年にできた、この砦は、ラサールのパトロンである、ヌーベル・フランス総督、ルイ・デ・フロントナックにちなんで名付けられた。フロントナックの援助を受けて、ラサールは、 ケガワ公益の特権と辺境の砦の建設の許可だけではなく、貴族の称号も受けた。1679年8月7日、ラサールはナイアガラ幕府を探検し、隊員だったアンリデ・トンティラと共にコンティトリリを建設し、五代港ブネで探検した最初の白人となった。1680年1月、イリノイ川にはクレブクールトリデを建設する。 1682年、ミシシッピ川を降り、現在のメンフィスに小さな砦を作る。4月9日に、ミシシッピ川川口に到着した。その後1684年の探検では、4隻の船と300人の植民者と共に、フランスを出発したが、1隻はカリブ海で海賊に襲われ、2隻目はマタゴルダワ入りリエで沈み、3隻目は座礁した。 1687年、残った36名のうちの4名に、現在のテキサス州ナバソダの近くで殺された。シュデラ、サールのみでは、ラサール教と訳されるハットルネ、ロバート・カバリエ、シュデラ、サール・フレンチ・エクスプローラー・エンサイクロペディア・ブリタニカ。ありがとうございます。